はい、飯塚オート YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、佐藤雄二です。今日なんですけども、飯塚オートには、ツーリング部というのがございまして、今日は今年一発目のツーリングに行ってきたいと思います。目的地は熊本阿蘇の方に行きたいと思うんですけど、まず北九州組と合流して、そこから飯塚組で日田組と合流してランチしながらツーリングしていきたいと思います。まあ、なんせね、初めての撮影で、不安でいっぱいですけども、まあ楽しい動画をね、皆さんにお届けできればと思いますので、お楽しみにしててください。それでは行ってきます。はい、今北九州組集合場所に到着してます。これが私のバイクで、もう一人、じゃじゃん、しげるさん、おはようございます。今日は阿蘇の方にツーリング行きたいと思います。はい、安全運転で行きましょう。よろしくお願いします。酔っ払ってみんなボールでじゃあ安全運転でお願いします。はい、はい、おはようございます。これ早いですね。まあ5分10分前ぐらいです。一番乗りかなと思う。かっこいい表示だけです。これは誰でしょうか。早速撮ってます。あ、そういうことか。若いよ。寒い、思ったよりですね。寒いですね。朝曇ってて、今日本当は雨予報だったんですけど、なんとか晴れてくれて、はい、飯塚オートの松尾孝弘選手です。おはようございます。あ、おはようございます。これは誰でしょう。ヒント、イケメンです。おはようございます。飯塚オート高宗選手です。1時間待ちました。5分ぐらい。しげるさん、今 YouTube 撮影。そうです。今日楽しみです。よろしくお願いします。安全運転でお願いします。はい、飯塚組と合流してます。あつさん、おはようございます。はい、おはよう。めっちゃテンション高い。あつさん、初めてのツーリングですね。昨日の夜は楽しみすぎて寝れなかった。寝れなかった。あと陽介さん、陽介さん、おはようございます。あと東尾野さん待ってるんですけど、まだ到着してないんで、ちょっとここで待ちたいと思います。はい、自分のお父さんが到着しました。東尾野選手です。おはようございます。結構待ちました。アツシがね、小学生と運動会で早くから来て、早く聞かないやろうかと。はい、犬の散歩しました。今日は楽しみましょう。はい、お願いします。アツさん、どうですか、初ツーリング。腹減った。朝もう9時から来て。飯食わせろ。まだまだまだありますよ。頑張っていきましょう。はい、ここで日田で武谷選手と中尾選手集合
うなんですけど、中尾選手がまだ来てないです。ポニーで来ようけんの。ポニーで。ポニーだろ、ポニー。めっちゃ来よ。まあ、長崎からポニーで来てるんで、もうちょっと時間かかるみたいなんで、ちょっと待ちたいと思います。おはようございます。ポニーじゃねえかよ。お前、ポニーじゃねえかよ、お前。めっちゃ遠かったよ。200キロぐらいあるよ。184キロ。おはようございます。簡単ですか。こんな感じで今からランチに向かいたいと思います。兄貴腹減ったよ。行きますか。今からお昼になります。今日はうなぎの大宮さん到着しました。創業130年のうなぎ屋、あ、大宮。すごいこれ、すごい美味しいソース。美味しそうですね。美味しそうです。いただきます。はい、鶴瓶さんの口が鶴瓶さん。鶴瓶さん。終わってこれ。鶴瓶さんも毎年来るみたいです。毎年は来ないですか。ではいただきます。大宮さん、美味しかったね。美味しかった。美味しかったですね。はい、あ、減る。どうしたっすか。ゆずくん、ヘルメット忘れた。あ、すいません。大事なヘルメット忘れてました。ありがとうございます。行きますか。美味しかったですね。ごちそうさまでした。うなぎ大宮さん、ごちそうさまでした。はい、阿蘇に到着しました。阿蘇大観音、見てください。この絶景を、いいですね。中尾さん、ツーリング日和で、ね、最高。ありがとうございます。楽しようまあまあトラブルもありましたけど。右折がすげえ怖いらしい。いや、意外と下は高かったんですけど、阿蘇の方に。肌寒いんですけど、しげるさん。走る時もこの格好でしたからね、しげるさん。この寒い中。結構言って真っ白だったね。しげるさん、髪の毛どうしたんですか。俺酔っ払ってる、自分でボードしたら。秋山さんみたいなんだよ。ヌートバーじゃない。サブやろ。こうやって止まった時にバイクの会話をするのが楽しいです。何キロくらいですかね。確かに。さて今から
解散場所に向けてジェラートジェラートジェラートいきますか。シゲルに半袖でジェラさて、最後の休憩場所アイスクリームを食べに来ました。結構寒くなってきました。ヒゲネが暑い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 結構寒いですよ。寒い寒いですよ。結構暑い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 寒いです。結構やっぱ日が出なかったらね、うん、お姉は暑い暑いわよ。何言ってるの。ホットコーヒーすりゃよかった。今日は本当笑いあり笑いあり体を張ってるトラブルありのツーリングでしたが、20キロぐらいの右曲がりで焦げました。これ次からつなぎ来てくる。足負傷つなぎと胴当てと片当てつけてくる。よし、20キロも出てない。真後ろにいたのはリョウジです。二足で走ってたら前でこけられました。二足でこけねえ。引きそうになったやろ。引きそうになった。軽くするとこでした。ベアリングがいる。はい、ただいま湯布院インター近くの道の駅です。ここで日帰り組と一泊組で分かれます。解散ポイントです。落車組と落車俺や。落車組と2時間組とイタリアン組。竹谷さん、今日夜反省会しますか。反省会しよう。イタリアンでファイトリアン。左右飲め、左右。ということで、ツーリング部今年も何度かやりますので、また動画を作っていきたいと思います。次回もお楽しみに。それでは最後までご視聴ありがとうございました。はい、よろしく。お願いします。